トラベルバブルとは、アフターコロナに地理的、社会的、経済的に結びつきが強い隣国同士が一つのバブルの中に包まれているとみなし、新型コロナウイルスに対する感染防止策を講じた上で海外旅行をする取り組みで近隣の域内旅行を対象とする。各地で複数のバブルが発生することで低迷した旅行業や国際線を就航させる。 航空会社の復活を図り、ひいては経済の活況を取り戻すことを目的とする。ニュージーランドがロックダウンする際、アーダーン首相がステイホームではなく、ステイインユアバブルと温和な表現を用いて宣言を発令した。ここでユーバブルは家族、家庭や狭い範囲での地域社会を指していた。その後、都市間の外出規制の緩和や非常事態宣言が解除される中で、 隣国で同じ島国であったこともあり、感染者数を抑えていたオーストラリアとの間でトランスタスマンバブルを締結し、自由往来を再開させることに合意したことでトラベルバブルが誕生した。ヨーロッパではバルト三国のエストニアラトビアリトアニアが5月15日に国境を解放し自由往来を再開した。これがヨーロッパにおけるトラベルバブル第1号とされる。 さらに宣言協定によりパスポート審査なしで加盟国民の越境が認められていた EU では自由往来の再開が容易であり2国間、多国間でトラベルバブルを締結する動きが盛んになっておりアジアにおいても議論が浮上しているそうした中 EU が7月より日本からの観光客の受け入れを再開することにしたが日本は6月末時点では タイベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国に限り、ビジネス目的での渡航を追日ちあたり250名程度を上限に迎え入れるに止まっており、トラベルバブルが成立したとは言えない状態にある。トラベルバブルを実施するにあたり、総合往来の前提として、エアブリッジ協定を結ぶことになる。これは、バブル内で移動する日地転換において、双方への到着後に感染を警戒する。 経過観察としての隔離を免除することで旅行者の不安、負担を軽減する。免除条件としては、互いに実行再生産数が1を下回っていることなどが挙げられる。実際に国際往来を再開する際にはビジネストラックかレジデンストラックを適用することになる。日本ではビジネストラックは主に短期出張者向けで、本邦活動計画書の提出等の条件を満たす。 ことで、相手国または、日本入国後の14日間の自宅等待期、期間中も、行動範囲を限定した形で、ビジネス活動が可能となる。一方、レジデンストラックは主に駐在員の派遣、交代等といった、長期滞在者向けで、相手国または日本への入国が認められるものの14日間の自宅等待期は維持される。こうした取り組みに基づき、 2020年11月30日より日本は11の国と地域との業務往来が再開された。水際対策の PCR 検査を実施する成田空港トラベルバブルは感染症対策が確立していることが前提となる。具体的には旅行者が自国出発前に PCR 検査などを受診して無感染であることを提示する健康証明や登場前の検温実施、 目的地到着時に、再度の検査、検温や滞在中の行動予定を提出し、感染が発生した際に、トレーサビリティができる、要連絡先やスマートフォンの GPS による移動履歴の掌握ができるようにしておく必要がある。また、抗体保持証明やワクチン接種証明のイエローカードのようないわゆる免疫パスポートの傾向を義務化すべきとの案もあり、 前述のトランスタスマンバブルを締結したオーストラリアのフラッグキャリアであるカンタス航空はトラベルバブル下でも登場に際して免疫パスポートの提示を求める方針を示しているトラベルバブルのバブル景気に乗り遅れまいと早急に自由往来を再開することで感染症の再流行が起きてしまうことが危惧される前述のようにトラベルバブルが締結されていない日本と EU 間を 日本人が旅行すると感染指定地域からの帰国とみなされ、空港からの公共交通機関の利用自粛や経過観察処置として2週間の自宅待機など自主隔離が求められることになる。ありがとうございます。